これ受けますね。コーヒーよりいいと思います。本当ですか？いや本当これおかわりもらってもいいですか？都心で心をオフに、そんな思いから生まれたクラフトコーラ。3年後に売上100億を目指します。今回の希望額は500万円です。3年後に100億売上作るって言ったら、どんなプランでそれを動けるのかなっていうのは。ブランド作りがすごい得意なんですよね。コーラってブランドで勝てる商品だなって思ったんですよ。もう黒字化してるんですか？あ、そうです、はい、ほぼ競合なんてないんじゃないかっていうのは、僕は思っています。この起業家、ただものではない。リアル投資ドキュメンタリー、エンジェルス。今回の挑戦者はシティキャンプの松池恭介さんです。どうぞ。あ、どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかアーティストというかクリエイターっぽい感じですね。あ、あります、はい、今インフルエンサーが集う場所として話題のコミュニティバー、シティキャンプ。何でもできる都心で心をオフにする、一風変わったビジョンを持つ異色の起業家、シティキャンプ株式会社 CEO 松池恭介。学生時代はアメフト部に所属した体育会系、努力と根性に青春を費やすも人体を損傷してしまう。サイバーエージェントのウェブディレクター、そしてアパレルブランドの共同創業を経て、ブランドとファンコミュニティの形成に情熱を注ぐようになる。やっぱりブランドってどうやって作られていくかっていうと、やっぱりそのファンの熱量みたいなところが結構大きいなっていうふうに思ったんですね。で、じゃあファンの熱量を作っていくにはどうしたらいいかっていうと、ただ単にじゃあオンラインで何か物を販売するだけじゃなくて、オンラインとオフライン、可処分時間をどれだけこうファンに使ってもらえるかっていうところがすごい重要だなっていうふうに思ったんですね。そして2020年シティキャンプを創業。何もやらないをやる、現代社会に一石を投じる松池が、その信念を形にした新たなプロダクトで本田圭佑に挑む。オフなこう余暇を充実させるみたいな、体験を作ろうというふうに思ってクラフトコーラを作ってます。はい、プレゼンテーション。オフタイムを充実させるクラフトコーラブランド、オフコーラです。今なんかサウナとかキャンプとかマインドフルネスのようなものがちょっと流行ってきているのを、こう感じるように、情報があふれる社会において癒しを求める人が多くなってきたんじゃないかなっていうふうに思ってます。でそんな中で、癒しをちょっとプロダクトで体現したいなっていうふうに思った時に、ずっとブランドをやってきたので、コーラっていうものにその美を感じて、作ってみました。それがあのオフコーラです。でクラフトコーラとはに関してなんですけど、これ実は日本発祥で、あのコーラの実を含む多種のスパイスから作るオリジナルコーラです。クラフトコーラの市場に関してなんですけど、そのお父さんとかの世代って発泡酒ばっかり飲んでたと思うんですけど、それがあの今ではもうほとんど 生ビールを飲むっていうような感じになっていると思っていて、で今ちょっと新しくクラフトビールをこうが出てきたみたいなのと同じように、コーラがクラフトコーラっていうものに変わってきていて、お金を払ってでも美味しいものを求めるようになってきたんじゃないかなっていうふうに思っています。市場なんですけど、日本では飲料水市場 3.7 兆円あります。で、世界には160兆円の飲料水市場があって、コーラ市場は 8.1 兆円あります。ここを狙っていきたいと思ってます。海外市場においても D2C クラフト飲料企業が急成長しています。その中でも220億円以上調達した企業もあります。でオフコーラとはなんですけど、深夜夕方の時間帯に飲むということ体験にプロダクト価値を見据えたコーラで、左にあるのが PM6 時の夕方に飲むコーラで、右にあるのが AM2 時の深夜に飲むコーラです。こだわりポイントが、人工甘味料白だと保存料がなくて罪悪感飲めるというところだったりとか、ちょっと自分で言うのもなんですけど、本当に美味しくて、国内トップレベルのパティシエと一緒にプロデュースしたので、あのすごい味に自信があります。あと10種類以上のスパイスを使っていたりとか、圧倒的なエンタメとかブランド体験を設計していて、
まあ、例えば一番最初のリリースの時に PM6 時7時と2時3時のみに販売して、無名ブランドなのに300個とか売れちゃうみたいな、なんかそういうのもあって、もうなんかタイマーとかを設定して買う人もいるみたいな、そういう面白いマーケティングをしてました。でグラフトコーラシロップなので炭酸割りだとか、クリームコーラ、ミルコーラなどいろんな割り方がありまして、だいたい15杯から20杯飲めて2980円プラス税で売っています。まあ、実績なんですけども、TikTok 開始1ヶ月で150万回以上再生されていて、このコーラっていうコンテンツだけで、こんだけ再生されていたりとか、有名の、テレビなどに上げてもらったりとか、結構いろんな話題になっています。あとマーケティングに関してで、熱狂しているニッチコミュニティと究極のチルな体験を生み出すっていうものをやってまして、例えば今、やっているのが C 社のコミュニティに対して、マーケティングしています。まあ、例えばなんですけど、国内最大の C 社カフェブランドと、CBD オフコーラっていうものを開発していて、こういう感じのオフコーラ開発したりとか、全国の C 社屋さん60店舗に展開しています。他にもサウナとかフィットネスのコミュニティに今後進出していく予定なんですけど、もう今の時点で、まあ、サウナドリンクとしてサウナで、扱われたりとか、有名 YouTuber と一緒にダイエットオフコーラっていうのを開発したりとか、今ちょっとそういうので仕込んでいます。日本発祥のクラフト文化のクラフトコーラブランドのオフコーラをグローバルスタンダードにしたいなっていうふうに思ってます。3年後に売上100億を目指します。今回の希望額は500万円です。よろしくお願いします。今回は本田圭佑とのワンオンワン。本田のジャッジで全てが決まる。その第一印象は。ファーストジャッジ。本田さん、いかがでしょうか。シルバーですね。シルバーですね。はい。ありがとうございます。いやもう僕全然そのどんな商品なのかが想像ついてないんですけど、クラフトコーラですね。早速見ましょうか。あ、そうですね、はい、紹介してください。百聞は一見にしかず、自慢のクラフトコーラを早速お披露目。まあそうですね、コーラシロップなんですけど、まあ、こんな感じで炭酸とコーラを割るような形で飲みます。味はコーラの感じですか。そうですね、コーラなんですけど例えばなんかジンジャーエールってなんか最近飲食店で自家製ジンジャーエールとかがこう売られてると思うんですけど、そんな感じ なんか本格コーラというか、まあ、美味しいコーラですね、はい、で無添加だったりとかするんで、すごい罪悪感なく飲めるっていう感じです。でそのブランドを作られて今になると。そうですね、洋服部のブランドの会社をやっていて、でそれを辞めて今に至るという感じですね。そのお味は。これ受けますね。あ、私本当に忖度なしで。あ、ありがとうございます。私最近なんか炭酸水ばっか飲んでるんですけど、なんか物足りないんですよ。それでジンジャーエールも飲むんですけど、ジンジャーエールってあんまり種類がないのとちょっと飽きが来るって中で、これなんか仕事の合間とかいいですね。コーヒーよりいいと思います。それ ありがとうございます。本当ですか。いや本当にこれいや私何もお金もらってないんですけど、これいいですね。私今日買いますよ。あ、ありがとうございます。これはいいわ。めっちゃ嬉しいです。これカロリーはどれぐらいあるんですか。カロリーは246キロカロリーですね。その1本で200ミリリットルあたりなので、割る5なんで50カロリーぐらいですね。一杯あたりでいうと。いくらでしたっけそれ。これが、まあ、大体15杯から20杯飲めて大体3000円ぐらいで売っています。なんで1杯100から200円ぐらいです。いや最初高いかなと思ったんですけど、そうですね、シロップで何杯も取れるんですね。はい、そういうことですよな。そうです。おかわりもらってもいいですか。あ、本田さんも飲んでほしいんですけど、本田さんの元にも送ってるんですね。送りました、はい、いや届いてない。まだ飲んでないですか本田さん。 まだ飲んでないです。MC の立場を忘れ試飲を繰り返す佐々木。めっちゃ嬉しいですね。なんか認められた感じがして、まあ、その自分もすごい味には自信は
ありつつも舌ってなんか人それぞれだったりするじゃないですか。なんで若干怖いなっていう部分はあったんですけど、まあ、そう言ってもらってすごい安心しました。はい、味は間違いなし。だがビジネスにおける勝ち筋はまだまだ不透明。ここからのディスカッションが本当の勝負だ。ディスカッション。なんでこのビジネスなんですか？コーラってパッケージと味で攻めるというか、一番なんかこうブランドで勝てる商品だなって思ったんですよ。で僕が実はこのクリエイティブディレクションというかをもう全てやっていて、ブランド作りがすごい得意なんですよね。かっこいいものを作るとか、これめっちゃいいなっていう、なんかこう消費者のためにこうものを考えるというものづくりがすごく好きで、なんでこのビジネスが一番ぴったりだなって思ったのでこれにしました。やっぱり一番重要なところってそのブランドだと思うんですよ。ブランドだしコミュニティをどんだけ取っているかっていうところだと思っていて、なんでかっこいいパッケージとかなんかそういうコラボとかをすごい増やしていって、例えばこのなんかこっちのオフコーラは CBD 入りオフコーラなんですけど、これはなんかそのCシェアさんとコラボして作ったようなそういうコーラだったりとか、そういうかっこいいやっぱパッケージとかコラボとかをもうどんどんいろんな IP としていきたいなっていうふうに考えてます。資金調達がなんで今必要なんですか？資金調達に関しては、うん、やっぱりその仕入れっていうところで一応ずっと黒字で今まで来ているんですけど、ちょっともうちょっと例えば今ってシロップだけなので、RTD というかレディートゥードリンクって言ってすぐ飲めるもの、例えばサウナとかのコミュニティに行くのであればもうすぐ飲めるものがいいよねっていうところで、まあ、そういったので先に仕入れの原価がかかるのでちょっと資金を集めたいなっていうふうに思ってます。今、ラウンドオープンしてるんですか？一応シードラウンドで実は個人投資家さん7名ぐらいの方々に本当に応援出資っていう形で結構有名な方とかにも投資いただいててっていう感じです。それはこのラウンドでがその他そのエンジェル投資家の人たちが入っているんですか？あ、それはもう1回ラウンドを終えていて今ちょっとブリッジ的な立ち位置です。はいはい、創業して2年ですか？このプロダクトがリリースしてからは1年です。もう黒字化してるんですか？あ、そうです。はい、これ売上とかどれぐらい上がってるか聞いてもいいですか？はい、そうですね、一応、バー事業を実はやっていてそこが結構大きいというかなんですけど、クラフトコーラ自体は月に大体、まあ、100から200万ぐらい上がっています。バーの方が、まあ、それの 2,3 倍とかで上がっていて、そっちのコミュニティバーの方が一応今のレピュテーション的にはすごく高くて、本当にいろんなインフルエンサーさんとか結構なんかいろんな方がこう来るようなコミュニティバーを作ってます。3年後200億売上作るって言ってたじゃないですか。なんかどんなプランでそれをやって抜けるのかなっていうのはちょっと聞いてみたいですね。あ、そうですね、今のところドリンクのブランドを横展開したいなっていうふうに考えていて、まあ、コーラは一応コーラなんですけど、それとあとダイエットオフコーラだったりとか CBD オフコーラだったりとか、そういうドリンクブランドをイメージは20億かける5ブランド作りたいなっていうふうに思ってます。それだと結構投資しないといけないですよね。そうですね、最初の元手が結構原価とかがすごいかかってくるような感じなんですけど、まあ、今のところほぼほぼノンプロモーションでそれだけ月にコンスタントで売れてるので、そこは結構強みなんじゃないかなっていうふうには思ってます。このパッケージ見ててもやっぱその松池さんのそのいいブランド作る才能っていうのをすごい感じるんですけど、ファッションでいうとクリエイティブディレクターみたいなもんじゃないですか。はい、一方でビジネスってまたちょっと違うところあるじゃないですか。そういうビジネスを拡大できるなんか右腕っていうかビジネスの天才みたいな人はいるんですか？あ、そうですね、僕がすごい右脳タイプでもう感性みたいな感じなんですけど、今一緒にやってるもう一人がすごいロジカルタイプというかで、そういう計算とかそういうなんかじゃあ卸価格がこれぐらいでっていうのを、一緒にやっているめちゃくちゃいいメンバーがいますね。はい、それ大事ですよね、その補完関係はね。そうですね、本当にもう一緒の社宅に
住んでたりとかで、もうすっごいもうその心のケアも含めてめちゃくちゃサポートしてくれるいいメンバーがいます。波状攻撃にもコンセプトへの強い信念を貫く松池。ここで本田からある質問が投げかけられる。飲料系の大企業が全く同じことやってきたらダメージでかいかなと思ってるんですけど、その辺ってどう思いますか？あ、そこに関してはレッドブルの戦略とまあ結構似ているんですけど、やっぱりニッチなコミュニティを先に取ってるからこそ、まあ、愛され続けるっていうところが、まあ、一つあるかなっていうのはすごい考えています。なんで、まあ、そういったブランディングをしているっていうのがあるのと、まあ、もう一つは、飲料水ブランド市場ってもう大きすぎて、なんか SaaS とかそういう世の中じゃなくて、もうサントリーとヤクルトとコカ・コーラとっていうもうどでかい企業が共存しているのも一つあると思うんですよ。なんでほぼ競合なんてないんじゃないかっていうのは、僕は思っています。ブランド以外のところは結構真似できちゃうんですか？そこはもう大体飲料メーカーも同じじゃないですか、うん、ほとんどそんなに味差はないけれども、はい、マーケティングとかブランディングで差をつけるっていうのが飲料メーカー多いじゃないですか、はい、それと同じ戦い方ですか？そうですね、まあ、それもそうなんですけど、やっぱり僕の強みってそのずっとカルチャー文脈でにいたことだと思っていて、でそのシティキャンプっていうバーでもすごいもう新しいカルチャーを取り入れる、まあ、バーなんですね。本当にNFT とかそういう C 社とかのコミュニティの人がすごい集まるようなその東京にそういうカルチャーを作っていて、でそういうところにいるからこそそういうなんかコラボというかが実現できるんじゃないかなっていうふうには思ってます、はい、ということで時間が来ましたけど、私もなんかすごい美味しかったんで質問しまくっちゃいましたけども、 ありがとうございます。ということで最後なんかアピールあります？本田さんに、本田さんにこそ投資してもらいたいみたいな思いも込めて。そうですね、うん、やっぱり大企業って例えばサッカーのスポンサーとかにもうついてるので、絶対にそのサッカーコミュニティみたいな ところってもう取れないんですよね。なんですけどそこのなんか先駆けというかっていう形で、まあ、一緒にできたらすごいいいなっていうのはすごい考えてます、うん、なので、まあ、今回出させてもらったっていう理由でもあります。都会で心をオフにする、そんなコンセプトが形となったクラフトコーラ。500万の出資希望をホンダはどう捉える？運命のファイナルジャッジ。本田さん、ゴールド、シルバー、ブラック、どれでしょうか？エンジェルス、カードオープン。シルバーなんですけど、非常にゴールド寄りのシルバーで、おー、ぜひちょっと別途ミーティングをしたいなっていうふうに、思いました。正直大企業が来たらやばいんちゃうかなって思ってるんですけど、でも確かにやり方次第ではまあ逃げ切ることもできるのかなとは思ってるんですが、そのやり方についてとかやっぱビジネススケールさせる上で そのチームを見てみたいんで、もし可能であれば次その右腕のロジカルな信頼できる人も一緒にミーティングにもし入ってもらえるのであれば話をしてみたいなと思って、もしそこで、意思決定の判断をしてもいいというのであればぜひ、前に進めたいなというふうに思っています。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです、ね、おめでとうございます。そのミーティングまでにぜひ本田さんのところにも、ね、ちゃんと届いて飲んでもらっておくことが大事ですよね、はい、まさに、はい、もう飲んでほしいです ね、ぜひ。本田さんこれ飲んだらちょっと気持ち変わりますよ。これいや飲みたかったな、はい、本田さんにも飲んでいただいた上でミーティングやってください、はい、ということで松池さんでした。どうもありがとうございます。ありがとうございます。いろんな食べ物とか食べてきたりとかいろんなビジネスを見てきた人にこう評価されるのってすごい価値が高いとは思ったんですよ。なんでその分すごく嬉しさ倍増でしたね。そうですね、まずは純粋に美味しいって思ってほしいなとは思ってます。はい、本田さん今回は初の101でしたけれども、どんな感想でしたか？
逃げ道がいないなっていう確かにこれまで従来の、まあ、3人4人投資家が並んでやるエンジェルズと違って、うん、うまくシルバーに逃げないと、うん、なんで最後のもうあの本当他の人がゴールド1人2人普段であれば出してたら、うん、この2回目のミーティングもなかったことにスーっていく可能性も絶対あるかじゃないですか、はい、僕に集中してこうピッチしてくれてるんで、はい、本当紙一重の部分はやっぱもう一回詰めに行こうかなって思える、うん、そして思わされる、まあ、回でしたね。いやでも今日はね本当に、レベルが高かった、はい、今日も Web3 の話で新しい事業内容を聞けて、うん、ちょっと後で調べてみようかなって思えるような環境の場を与えてもらえてるし、でも見てる人なんかもう、ホンダなんか全部の企業が気に入ってるやんけみたいなって思わないかなみたいなそうですね、やっぱり世界に、羽ばたく起業家を個人的にはサポートしたいと思っているので、うん、失敗してもいいからもしかしたらこいつ本当すんげえのいいかもなみたいな、最低でもユニコーンのアイデアとやはりそのバイタリティがある世界で本当に挑戦できるようなファウンダーにやっぱりかけたい、うんうん、そういう方が強いですね。そうですね、そしたら本当世界を狙う編みたいな、まあ、英語もやってますけどまた英語でやってもいいですし、そういうさらにレベルが高い回も やりたいと思いますので、本田さん今後もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。リアル投資ドキュメンタリーエンジェルス、起業家の熱い思いぜひ感じてください。チャンネル登録お願いします。